ミルアカ井バーと申します直美の里でございますよろしくお願いします今日もいろいろ教えてて飛んでたと、えー、今季の活躍続く欧州組代表抜てき復帰候補は一体誰お願いいたします。お願いしますいしますあというかまずあれですね、うん、この間あの我々はミルアカこれ出しましたねと、はい、あの国内組での12戦代表抜擢選出候補は誰だってことやりましたから、はいはい、まあ国内組もあるだろうけど、はい まあそれはヨーロッパからやっぱり呼ぶっていうケースは全然あるんじゃないのっ<て>大橋さんなんてだって今旬でしょうよ

日にはえーホームでオーストラリア戦が行われますと。と、うん、で、このメンバー発表が今月の木、今週の木曜日に、えー、10月3日かなに行われます,とす。はい、なんでその時のメンバー発表がまあどうなるかって話なんですけど。うんうんはい これその国内編でもちらっと言いましたが、森保さんがね、まあ、さも言ってくれていて、一応9月に呼んだ組ってのが基本的には主軸にはなるんだけども、うん、3、4人のバックアップ候補は招集しようかなと。なので、だから若手呼ぼうかなってことは森保さんも考えていると。そういう意味で捉えていいんですよ、これは。そうですね。はいはい でしかもだから、入れ替えもしようかなって、言ってだから望月選手とか、そのあたり辺ちょっと入れ替えとかがあるかもしれないと。うんうんうん。分かんないけ、ね、どね、どうなるかね。はいはいはい。だからどの道中山雄太君とか、あと浅野拓磨選手がちょっとお怪我してるってところがあるので。うん、どの道やっぱ、二数人の入れ替えは、どの道あるだろうなって話ですね。うんうん、に関してとかもね、あの課題を与えて、こう基準を示して。また期待してますよ,、うん、すよっていうことだもんね。もともとやってます、ね。外れるとしてもね。そうですね。そういう意味合いで、また新しい人もだな あのなーも呼ばれますよね,ねそうねさあ <laughs> ひーのなーも呼ばれますよね <laughs> ねえ紫の <laughs> 紫のね。というところでヨーロッパ組では国内編だったらこっちのねこんな形なんじゃないかなってこと言いましたけれどもそう国内編だったら「な」とか「この辺かな」ってありましたけどヨーロッパ組だったら一体誰なのか予想メンバー11にこの人どうかはいはい持ってまいりましたので見てくださいこんな方々です。 まあ初招集だけじゃなくて復帰組ってところもちょっと入れてみたって感じなってますけども僕はこ,こんな方々のちょっと最近のご活躍ってところを含めて呼ばれるかもベストイレブンじゃないですかそうなっちゃいましたねちょうどねこれでも見たいですけどね見たいよねってところでちょっと一人ずつできればあの最近の活躍もちょっとまずは僕話したいのでお願いいっすかはいあのまずはまずは冒頭でも言ってくださった、えー、町野くんですねチノさん いやまさかおととしぐらいの去年。うん。湘のね、前2人がですよ先生ね。そうですよ。こんなことになってるなんてってことでしょ。あとすごいのがマあさん。J3 経験者ですよね、ちょっとああ、そう北九州。え、今ね、ブンデスの得点ランキング3位ですよ。一部の。一部の。すごい。何点てんの ?4 点。おぉ、すごい。試合で4点とかだよ。だって。えやばくない やばいじゃんだって一個上にいるのはハリーケインって書いてあるよ特典ラッキーって <laughs> やばそうだもんね書いてあるって <laughs> 別に間違ってないでしょ必死に持っていってください一<い>、うん、個上にいるのがハリーケインって声だってえそんな撮ってんですかマチロさんそんな撮ってんのよもっとニュースにしないとそうなのもっとメディア頑張ってくれ頼むから本当に <laughs> ねえやばくない,いそうですか そうなガ大橋戦がすごいすごいって言われてましたけど言われてたけど今週実は2点取ったの分です。一部だもんねそうなのすご激ヤバですよこれ激ヤバこれだから夏にあるじゃんこれ夏にバイエるんじゃんまあ冬ね冬に冬にねそうあるあるよ全然あるぐらいええマジヤバいよこれ本当にねえそうですよヤバっすごっってなってるわ日本人選手のね市場価値上がるわ よねでもう皆さんご存じだし魅了かでも出しましたけど大橋選手だって四点取ってるわけですよここまでそうだよそっちの方が上に立っちゃってたけどそうなんですよね町の大橋のところあの時の湘南2トップ組は今ヨーロッパで大接見ですすごいですねこれはすごいことになってますでただもちろんえそのまた上を行くというかやっぱりすごい男ってのはいるもんで 古橋ルハ競合ですね。先輩ね先輩ね。先輩ね。カップ戦含めたらそろそろ10点ぐらい取ってるんじゃないですか。もう一回。すごい。すごいですね。うん。今回また点決めてましたからね。このね。なんでまあ風波朝の戦車が今回来れないっていう可能性が高いので、やっぱアタッカー枠にこの古橋町の大橋から誰か一人来るは結構現実的じゃないかなっていう風にはちょっと。うん。見たいです見たいです。うん。そうですね。ね。そしてええまず僕はけっ 現実的なんじゃないかと思ってるのか<あ>、えー、右ウイングバックに入れましたけど、ユウヒラカワ。街だから今、そう、今ね、うん、チャンピオンシップのブリストルシティにいますけど、あのーそう、パリオリンピック初戦のね、パラグアイ戦での怪我が影響して、ちょっとなかなかスタメンはなんかもずっと難しかった状況だったんですけど、はいはい、ようやくこの間の週末、うん、もうスタメンまで来まして。素晴らしい で、その1週間前の試合で途中出場から2点演出するっていうところがあり、<ー>マンオブ・ザ・マッチまでいったと。<ー>でも、あれですよ、もういい感じで、もうだんだんだんと上がってきてまして。ちょっと前って、順応するのに日本人って時間かかってたじゃない。あったね。で、こんなに変わったんですか全然別次元です今ね。これやっぱ自信なんですかね、先人が成し遂げたことそれ<ー>もあるかもね。できなくて当たり前とかじゃないんでしょうね、もうできて当たり前みたいな感覚があるのかもしれないですね。 でしょうね、すごいですね。特にあのブラックバーンだったらその大橋選手、まあ、セルティックでも古橋選手とかもそうですけどあのブリストルの監督もねまず平川選手のことをしゃべるためにね、はい、ユうはねははぁみたいな感じでこういい笑顔を出してるんですよ。 左側に移すと今あれですねクロアチアで戦ってる荻原拓哉選手まあそれも言いますけどやっぱ CL のね、うん、得点者になりましたからねああそうだよねバイエル相手に点取った男ですからそうそう CL でバイエル相手に点取ったっていうのもう一生消えないわけですからねそうなんですよ、えー、だからまあ正直左の一番手はまあ三笘薫がいる、うん、で中村慶人もいる、うん、思えばまあさこの週末は フランスでね、スタッドランスで中村敬斗と伊藤純也が2人でアベックゴール決めたっていうのがね結構いろんなところでメディアになってました。って、はい,はい,はい,はい、はい、う,んうんうねまあのもあるけど、うん、やっぱバイエルの相手に点取ったってところから。うんうん もしかしたらそのウイングバック、三笘薫みたいなウイング役じゃなくて、ちょっとサイドバックできる側の役で一人持ってくるっていうケースもあるんじゃないかなっていうところでおぎわい、荻原る全然可能性はあるし、ね。ありえるんじゃないかい何人でも呼べるのは絶対呼ぶでしょう、それはね。そうでしょうね。というところもちょっと入れてみました。はいうところもちょっと入れてみました。そして、えー、あと次、ボランチコンビ。はい、まあ、上栄力君に関してはそんなにこう言うことはないかなと思うんですけど、皆さんも、ね、こう活躍してると思うし、まずシント・トロイデの監督変わってからずっといいんですよね。 負けななくったそうですね。はいはい。この間はサークルブルージュかな、211でドローではありましたけど、本当負けてないのが続いていて。負けない大事だね。だと、彼に関しては、まず去年、ほら、シントドーで行ったけど、去年、結構出たんだけど、途中出場が多かったんですよ。今年は基本、スタメンです。そうでないとね、もう。去年は途中出場で、まずはヨーロッパを掴んだ、今年はスタメン、来年、アト そはいはいはいどっか行くってことは結構現実的なんじゃないかなと思いますしっかりと一部に残してねそうですねいただかないと大事なところかなと思いますねただそんな中でそのお相手の枠にこんな人入れちゃいましたお相手福井そうなんでございます福井くんは今年はですねアローカというポルトガルのチームに移籍したんですよバイエルンからバレーンはいはい ななんんででででですすすすがまま開幕からえずっとスタメンでございますいやーポルルトガルジブでね、まあ、ねねそうよちなみにはダブルボランチの一角アンカーもやったし開幕戦の時では実はトップ下なんかも務めていてといところがあってやっぱり、あのー、日本代表でやうと森田タイプ鎌田タイプみたいな感じのこともできるようになってきたかなというのもあるのでアンカーの遠藤る側もいければ森田側もいけるどっちもいけるってことはちょっとそろそろ若手枠も含めてどうでしょうっていうのもあるかと。い すごい見たいそうねやぼやぼやぼみんなやぼうみんなやぼうよそうねあとまずこの人こっちでも面白いかもしれんってのでついにここにしました右センターバックマイク・マセイヤあセンターバックもそうなんですねセンターバックでもいいんじゃないかといいんじゃないかというのまは次ついに彼成し遂げたのがこれだヨーロッパリーグあったんですけど 普通に右サイドバックの位置が出たんですが、うん、えデュエル、え空中地上を含めて全勝、全勝ヨーロッパ初めてですよあの、オランダ国内じゃなくて、うん、誰が出てくるかもわからない、そのヨーロッパリーグの中で。<laughs> なるそれはすごいね。<laughs> すごいよ。うん、先生も高まっちゃうのわかりますよこれは。はい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 。<laughs> うん、であとあのもう本当に AZ のも監督とかも含めてこうやっぱり言ってのはマイクマくんはその基本サイドバックだと思って取ったらやっぱり前がいける、うん、いきすぎると。ああはいはい攻め込めるこれは菅原の匂いもするとす。そうなんですよね。うんうん、だからなんかツートップの一角みたいなところでちょっとだけポジションなんかずらしてやってみたりだとか。へー でも思えばやったじゃないですか。やったってとか長崎時代とか大学時代はそも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 ゴワードですからね。<お>ねそうなんですよね。だからやっぱ普通さプロに入ってコンバートするってへ、うん、ってなるけど、それが生きるってすごいね。うん、ーーねでヨーロッパの人の方がフラットに見てんでしょうねこれね。<laughs> ああそれもあれかもしれないです、ね。えなんか意見とか聞かなそうだしね。いや僕は後ろなんでいいお前前じゃない。<laughs> やる前みたいなね。うん。 ある意味戦感がないというかね。そうなんだよね。っていうところで、マイクを、まあ、基本は右だとは思いますけども、やっぱり今の、その、そろそろもうヨーロッパに慣れてきたでしょうていうところで、森江さんが、まあ、今月から月かぐらいのところで、そろそろ呼んでもおかしくはないんじゃないかなと、ちょっと思っております。はい。そして、次は左の方に行きましょう。まず、このチーズ・アンジ選手でございます。はいはい。まあ、もうこちらもね、一部、また CL でも出てますから。ああ、もう見たいよね。青いユニホーム、A のね、見たいです。はいはい。 いや何よりもさ、このちょっとず嬉しい発言が、スットカルトのちょっと監督さんからも出たっていうところが実はあったんでございますよ。あの実はですね、スットカルト、今、センターバックに怪我がちょっと続いているっていうのがあるんですけど、ザガドゥかな、またレギュラーセンターバッククラスが一人怪我しちゃったんですよ。長期離脱っぽい感じになるみたいなんですけど、そこに対して監督が言ったのが、 まあ、そこは確かに痛い,い。あの、うん、やっぱ彼の、早く、一日も早く怪我治ってもらいたいのはあるんだって言った。次の瞬間。うんうん、ただ、我々は開幕前には考えてなかった。新たな、戦力を手にしてるんだ。<ー>それがチェイスだ。ああ、いいですねあ。ありがたいですね。彼がいれば、センターバックの一角でもやれるし、彼はサイドバックのところでも、こう、プレーすることは可能。だ対人のところで、彼は活躍してくれるから、期待します。一部の監督にそう、い、い、言わせしめてるわけでしょう。 もう彼に関してはもうそろそろ A 代表、うんうん、あるんじゃないかなというところです。代表の皆様とここで1回やっておくでさらにぐんと真ん中が年だというとこ,ことです。はい、あとはもうね、名門ヘントレレギュラーどころか最近キャプテンマークまで巻いてる渡辺剛。いい強はい、呼ばれた。はい、いつでもですね。ね あとはやっぱ中山雄太選手はここから怪我だっいうこともあるので、うん、センター枠誰かはまあベテラン枠じゃないけど、うん、まあ安定的にこう活躍できる枠一人呼ぶ可能性はあるだろうなと思って入れてみましたと。うん、あとはちょっとザイオンたり大コの歌唱はすごいから呼ばれないかもしれないなと思いますけど、いやでもね、いつ呼ばれたってこの人こそおかしくないね。もうね、あのシッドトロイデンでもレギュラーですから、ここブレオブライアン。こんなところ皆様あるんじゃないかと。 そんな感じで。来てもらってもおかしくない,いですけど、ね、で、ま、も、あ、いや誰外れんねんって話になってきますけどね。ね <laughs> 本当だよね。長友さんが大変だね全員来て来たら。ね、そうなんだよこのメンバーが。お前飲んだお前おろ。おおおメンバーで遊ぶとこだから変 <laughs> えない変えない。今長友さんがどう話しかけるか遊ぶとこだから変えない,い。覚えててよもう。ね、見る人が大事。<laughs> 長くねこのメンバーとさっきのメンバーがどう融合するのかっていうこお前チースっていうの？ボンバーエズだね。お前何処でやってんの？ね。把握してくよ長友さんなるほど。っていうところでまあ10月もう3日ですかね？木曜日に発表されますので。楽しみでございます。誰になるのか。はい。ありがとうございます。はいということでタオジアラベ星はなんか深夜なんでしょ？ 午前三時です。日本時間の。我々からしたら。はい。十一日になるんですね。だからね、正式に言うとね。本部はもう普通の時間に。はい、七時三十五分、帰国で。深夜勝つだゾーンでしょサウジアラビア戦は。深夜勝つだゾーンでしょはい。ありがとうございました。楽しみでございます。どうぞ発表待ちましょうということで、先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日まやってすステッカータオバフぜひお買い求めください。いお願します。いいいと思ます。よろしくお願いします。ノーベルソードでした。ノーベルソードです。